はい、どうもルクスです。今回は今話題沸騰のゲーム逆転裁判8デラックスドカンキャニオン体験版をね実況していこうと思います。はい。でこのゲームね、体験版出たの約1ヶ月前9月27日です。では早速ね見ていこうと思います。東京地方裁判所第6法廷。これよりドカンキャニオンの法廷を開演します。では三力検事冒頭、ドカンキャニオンはマリオカートツアーに配信された完全新規コースだ。厳しい評価を受けることは確かに。で DLC 第6弾に、あ、来ない説出てきたんだ。へえ。来ないのドカンキャニオン、マジ意義あり。来た、新鮮味あふれた新規コース、カラフルな土管を駆け抜ける爽快感。BGM めっちゃいいよね。確定？ドカンキャニオン確定っすか？確かに。まあ確かにね。あ、ドカンがテーマ、確かにね。あの、マリオカート DS の没コースに、あ、で、BGM めちゃくちゃ人気ですよね。あの BGM 私もね、週に4回ぐらい聴いてる。いや、コース動かすでどんなアレンジになるんだろうね。楽しみですね。三力検事、どうですか？あら、これはダメだ。何を言い出すかと思えばコースのテーマと BGM か。そう、マリオカート DS のあのコースじゃないの？確かに雰囲気は全然違うよね。確かにパックンスライダーにそっくりなとこはあるけど、どうなんでしょう。せっかくの完全新規コース、まあ確かに今までのとはちょっと違う感じはしますね。ニンニン道場とかと比べるとね、インパクトはやや薄い。いや、この BGM、まあ、テンション上がりますよね。裁判官何してんの？マリオカートシリーズでダメな BGM って、自分的に言うとね、あの 64DK ジャングルパークだっけ？主旋律ほぼないんだよね。まあ確かにどのコースも BGM いいですよね。いや、コース行くバスに来ないのかな、ドカンキャニオン。どうでしょう。そう、BGM 以外のね、評価があんまり良くないんですよね。そうそう、どこがいまいちなんでしょう。コース設計の悪さ、はい。初等化なし、壁多すぎ、道狭い。クソコースにありがちな要素を全部入れたようなドカンキャニオン。ま、12人対戦だからね、ちょっとやばそうなとこは見えてくる。お、来たぞ。確かにドカンキャニオンは、ショットガンなし、壁を含んでいます。しかしそれが不要となり、コース追加場所に来ない理由になるかどうか別問題です。来た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 。てん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 。キラーシップ？おい、キラーシップ出すなよ。キラーシップね、大人気ですよ。予想にめちゃくちゃみんな書いてました。はい。まあ思い出補正ね、 DS のキラーシップは確かにめっちゃ遊んだ。あのセブンでめちゃくちゃ遊びました。まあ思い出補正ってね、確かに強いと思う。お、三力検事の意義あり、来たぞ。言い訳、何をふざけたことを。弁護士君、一つ問いたいことがある。もし君の考えが正しいとしたら、パックン心理が人気なのはなぜだ。それはほらな、パックン新年は確かにめちゃくちゃ、まあ、私自身もねずっと望んでますし、来ないかどうかちょっと心配はしてる。高設計の悪さがやっぱそう、ドカンキャニオン。どうやら結論は出たみたいだな。おっと、待ってください。本日のドカンキャニオン、確かにもちろんそうです。となら勝負は決まりました。ドカンキャニオン確実に来ます。マジか。お、なぜ言い切れる。それは、あ、終わっちゃった。はい、っていう感じでね、あのドカンキャニオン体験版終わっちゃいましたね。まあ果たしてドカンキャニオン来んのかどうか、今まだね、あの10月今下旬なんですけど、未だに今コメントとかでも、ドカンキャニオン来るかどうか、
ね、割れてますよね。まあね、前の動画的に言えばドカンキャニオンだけボツにしたら、いわゆるね、なんでドカンキャニオンはツアーに来たのかっていうそもそもの問題になっちゃうし、で私ね、別にね、昔からキラーシップもね、ちょっとクソコース寄りとは動画内で言ってたと思うんですよ。あとワリオコロシアム、だからちょっと、ね、別に嫌いだから言ってるとかそういうのじゃ全然なくて、単純にね、やっぱコースはね、かなり厳しいとこはある。でもこれでもし第6弾にキラーシップ来てしまったら、本当にね、そういう意味でドカンキャニオンファンからね、キラーシップ叩かれちゃうと思うんだよね。なんでキラーシップも似たようなコースなのにドカンキャニオン来ないんだよ。だからね、もうどっちかにしてほしいかな。ドカンキャニオン来るならキラーシップも来ていいし、逆にもうドカンキャニオン来ないならキラーシップは絶対来ちゃダメみたいな。はい、では体験版の実況プレイ終わります。さよなら。